日も連れてくれての亀川と亀川です。今日はちょっと企画として、この子たちアデルとアルマなんですけども、子たち、リードつけたことないんですけど、これつけて、歩けばいいですけど、実際歩くかまだ分かんないんです。歩かすことないんで、なんでこれ歩かなかった場合に私が魔法をかけて、割とすぐ歩かせることができるだろうかの検証動画、これはちょっとやってみたいと。まずね、店長に実際一頭ずつ、まずアデルからいきますか。はい、アデルちゃんは、歩くのか、はい、ちょっと試してみたいなと思う。歩っちゃったらもう終わっちゃうね。うん、どっちか歩かないぐらいの方が面白いんですけど。歩かないですか、やっぱり。歩かないですね。アデちゃん、なんでなんでなんで。呼んで呼んで。アデおいでおいで。こっち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 。アデル。あ、全然ダメだ。アデル。アデマ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 おいで。アデマおいで。アデマおいで。アデマおいで。威圧感の問題。おいで。威圧感がすごいからってこと。目の前にクマいんだ。クマじゃないよ、クマじゃないよ、これクマじゃないでしょ。おいで。ノーノーノー。多分これあるあるなんですよ、皆さんちも。クマじゃないよ、ね、歩かないあるある。ちょっとじゃあ私魔法かけますんで、数分いただければ、ね、これ私のテクニックなんで全てをお見せすることはできないんですけれども、数分ちょっと経ったら歩けているかどうか検証します。あたち、あたちゃん、おやる、あたち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 、あ、5分程度でしょうかね。うん、魔法かけましたね、の結果、うん、完璧じゃないですよ。でも歩くかどうか、さっき全然歩かなかったのが、このぐらい、もういいじゃない。アデチェン、はい、アデチェン、結構激しいです。なんでこんななんですか。あれ、どうですか。うん、アデ、アデ、アデ、おいで、おいで。今ほんと5分なんで、これもうちょっとやったら、全然もっときちんと、ショーマナーに近づくような感じには、でもね、一気にやっちゃうよりは、まずは今日はこのぐらいって感じでね。うん、おいで、アデちゃん、アデちゃん、歩けるってことをまず、教える、で自由なところに行きたがるんで、それはね、まだいいとして、できるだけ飼い主さんが行きたい方についてくるように、ちゃんと誘導すると、リードを使って、というような形で、まずいいじゃないですか。犬の自由にさせるとか、歩かないのを歩かないままにさせるとか、もうね、歩かないときはちょっとでもいいから歩かして、歩いたら褒めると、いろいろね、技あるんで、裏技いっぱい使うと、数分でこのような感じにはなります。あで、あでて、おいで、よし、 OK。 次はアルマちゃん、また数分間、魔法をかけますので、
stay here together, we could nurture each other, find a different world to be. Hope it's beauty we'll see. I'll sing you a song, it's taken so long. The flowers we've grown are standing alone. These feelings how we made. あのさっき全然歩かなかったアルマさんですけれども、アルマ、まあ、歩くようにうん、うん、なったと。動きがね、性格というかな、似た感じですけど。アルマ、おいで。アルマ、アルマ、おいでおいで、おいで。まあこんな感じ、うん、でね、あのまあ魔法という感じでは言ってますけども、大したことはしてないんですけれども、まあ一応ねこういったちょっとした技術で、うん、あの歩くようにはなるんでね、まあ、ちょっと今日ね天気良すぎてちょっとねあんま長い時間やるとかわいそうなんで、この辺にしておきますけど、楽しそうに歩きますから、うん、やっぱ苦しいで、これ怒ってないんですよ、全然、うん、怒ってやってないから今度喜んでるし、うん、うん、まあできたら褒める、できたら褒めるっていう感じの繰り返しなんですけど、楽しそうでしょ、うん、まあこんな感じでね、はい、ダメですよ、よいしょ、こんな感じで、まあ歩かない犬を歩かせることができるのか、企画、うん、これで終わりでいいんじゃないでしょうか、ね、店長終わるものみたいな感じで終わる感じですか。まあ誰が引いても歩くと、暑いから帰りましょう、帰りましょう、うん、では大成功ということで。